ができて結晶が小さくするんですね。尿酸があの排泄経路としてあの腎臓がすごく重要で、したがって腎臓の機能が落ちてくると血液中の尿酸濃度が上がりやすくなる。お二人の症状は治療によって改善、腎臓の数値も安定しているそうですが、今振り返ってみて、あの時こうしておけばよかったって思うことを小日向さん何かありますでしょうか。健康診断で指摘された通りにその検査してから悪化しないで済んだなと思います。私はやっぱりあの中高生ではね、献血やりながら、まあ、一応あの血液検査してましたんでね、その後全然やらなかったんで、1、2、2回ぐらいはね、きちんと健康管理をね、病院の方でね。ではお二人が慢性腎臓病になってしまった原因とは何なのか。この後山形先生が慢性腎臓病の主な原因について詳しく解説します。慢性腎臓病治療のスペシャリスト山形先生です。よろしくお願いします。主な原因をこちらにまとめました。ドン、糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満、高尿酸血症、加齢、喫煙ということですか。昔はですね、子宮体腎炎って言って比較的子供がかかる病気が腎臓病で多かったんですけど、今まず代表的なのはあの糖尿病とか高血圧とか成人病から腎不全になる、まあ、現在突き始める人のうちですね、一番多いのは糖尿病成人症、糖尿病、2番目が腎硬化症といって高血圧から来る病気だね。そうするとね、実は先ほどの VTR の小湊さんもですね、糖尿病が原因だったそうです。また若林さんは血圧が高めだったことが原因だと考えられます。血糖値や血圧が高い状態が続くと腎臓の子宮体にダメージが加わり、慢性腎臓病の原因になってしまうんです。まあ、こういうことからですね、働き盛りにこう生活習慣病を放置した結果、お年を召しになって慢性腎臓病